リバーシブルガンダム買いました。皆さんこんにちは、ホースケです。ついにこの時が来たって感じです。発売からそんなに時間を空けずに割と買ったんですよ、ユニコーンのリアルグレード。なんだけどね、いろんなところにこう行ったり、動画の編集とかに毎日追われて、なかなか手が出せなかったんですよ、このリアルグレードに。まあ、ハイグレードくらいだったら気合でパッと作れるんだけど、まあ、リアルグレードともなると時間もかかるじゃないですか。というところで今まで手が出せなかったんですが、とうとう本気を出す時が来たようだ。まずグッとくるのがこの箱の側面だよ。お分かりいただけただろうか。こうユニコーンモードとデストロイモードのちゃんと箱の側面でね、顔がついてるっていう、これはね、生かすぜ。とにかく時間がない。箱を開けるんだ。人生初リアルグレードだからね。おう。ここに何かが書いてあったものを見るのは初めてだ。リアリスティックデカールだよ。超リアルなデカールなんじゃないかな。こんな感じです。でもビビってたほどパーツ多くはないのかな。まあ、すげえ多めのハイグレードとかマスターグレードの方が多いのかな、多分。あ、ガンダムベースにいた人たちだ。行ったよ、この前。トワイライトアクシス。おー、これかっこいいな。そうなんだよね、リアルグレードってこういう骨格にパーツがついてくんだよね。それは可能性の獣。 It's a possibility beast。 はい、まあ簡単に言うともう 1,2 の3で出来上がるってことです、多分。じゃあ細かいことは後にして早速作っていこうぜ。なんかもう最初からランナーから切り取ったような跡があったりするんだ。あと心なしかゲートがね、柔らかい気がするんだ。なんか他のキットと違ってすごい柔らかく切れる感じがある。すごい、アンダーゲートって初めて見た。最初よく分かんなかったんだけど、ここだね。これがアンダーゲートになっております。おー。いやー、骨格がすごいね。だんだん形になってきたよー。タララ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 ラ。ということで、こちらがリアルグレードのユニコーンガンダム先輩でございます。はい、武器が背中につくみたいなんでつけてみましょうと。ただ今回申し訳ないのがね、リアリスティックデカールをちょっとまだ貼れてないんだよね。まだビームマグナム装着、本当にもう本当に時間がなくて、デカール貼ってる時間がマジでなかったから、今回はちょっとね、今これで動画パッと撮っちゃうけど、絶対こうデカール貼ったのも撮るんで、今回は許してください。ほい、バズーカが構えられます。まあリアルグレードのユニコーン、まあ僕にとってはね、初のリアルグレードだったんだけど、実際どうだったのかと言いますと、まあ実際作ってた時間はそん
なでもないと思うんですよ。そんなバカみたいにはかかってないと思うんですけど、まあ実時間と言いますかね、まあ箱を開けてからここまでの時間はだいぶかかったと思います。感想としてはそうですね、なんだろう、リアル、まあリアルグレードだからね。まあ各部がね、こう走行のところとかがさ、こう一つ一つ走行のパーツをくっつけてるわけだから、質感がねあれなんだよ。まあ全体的にちょっとずっしりとした感じが伝わっておりますでしょうか。ハイグレードとかと比べてよりちょっとロボットっぽいかなっていうね、ちょっとメカニカルな感じは若干出てます。で、あと可動面はどうなんだろう。ただね、肩がどうなんだろう。まあ、肩がね、わかんない。僕が悪いのかな？なんかよく原因不明なんだけど、肩のサイコフレームがちょっと出てるっていうね。ちょっとこいつが主張してくるんですよ。肩はね、こうやってパカッとついてるだけなんで、割とポロポロ取れます、これは。まあ、あとこういうフレームのところはもう花から組んである、リアルスティックなんとかかんとかみたいな。まあ、リアルグレード特有のあれなんで、まあ、ちょっと硬いかなとは思う。あ、でもだいぶ馴染んできたかな。まあ、最初はすごい硬いからもう、え、これ俺んじゃねっていう感じがあって、最初すごいビビってたんだけど、今はもうだいぶ柔らかくなったね。足がね、硬いんだよ、ちょっとね。あんまり、あ、まあ、横は動くかな。ただま、この足首のスナップは、ちょっと、ね、あんまりかな。あと個人的に気になったのが首だね。これね、見上げることができないんですよ。もう、夜の星を見上げることができ、あ、まあ、だから横は、あー、ユニコーン！まあ、割と横は向いてくれるけど、上下の動きには首が対応してない感はあるな。キットの難易度としては別にそんなに難しくはなかったと思いますね。普通にマスターグレードいかないか、同じくらいじゃないですかね、多分。ユニコーンはレイのシステムが搭載されてるから、そこの稼働の部分がちょっと難しかったかなって感じはあるけど、まあ、そんなにすごい難しかったわけでもないんで、まあ、ニュータイプ恐るるに足らんなって感じです。あとこちらビームマグナムなんだけど、ここもね、ちゃんとほら、E パックがね、ここにカションと組みつくんですよ。これはリアルグレードならでは。まあでも、みんながね、気になってるのはやっぱり、あれだろ？まあユニコーンだからね、あれができないと話にならんな。ということで、あのシステム行ってみよう。